生活習慣病のリスクが増えてしまうということですよね。この純アルコールっていうのもなかなかね、聞けないと思うんですけれどもね、缶とかに書いてあるので、ぜひ見てみてください。この女性の基準も 20g、どのぐらい